動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。現在地上越市の高田城址公園の一応園内だと思います。なんせ初めて来たのでよくわからないんですけど、向こう側の朱色の橋と桜並木、そして多分妙高山かな、上越妙高ってありますから、すいません間違ってたらコメント欄でお叱りの声お寄せください。というわけでここをスタートしまして、今度はもう一気にお隣の富山県に移動しちゃいます。2時間の旅になりますね。第3セクターの私鉄で移動することになります。現金でしか乗車できません。なので先に調べたんですけど、片道がざっくり2200円です。というわけでここから一気に私鉄に乗って富山県魚津市を目指します。ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。高田駅に戻ってきました。ライトアップされて、しかも桜の演出まで加わって、駅舎がとても綺麗です。高田駅を出発する次の電車、18時54分富山方面に出発です。この電車に乗って魚津市に行きたいと思います。高田から富山方面の越後ときめき鉄道一振りまで1550円です。この先は鉄道会社変わりますので、おそらく電車の中で支払いをすることになると思います。やらかしました。さっき18時31分に直江津駅の電車来てたんですけど、乗り過ごしました。予定通り18時54分の直江津行きに乗ります。それで乗り継ぎをしまして、愛の風富山鉄道さんの電車で魚津に向かいます。あと20分弱あります。ドアが閉まります。2階です。こちらのドアが開きます。ちょっと今回は無理でしたね。旅する着物男子、いつもこんな大所帯で旅をしております。ドアが閉まります。ドア閉まりました。ホーム階です。こちらのドアが開きます、はい。直江津方面はこっちですね。短い時間ですけど、高田ともこれでお別れです。実はこの高田、お隣が春日山、そうお隣の駅春日山、上杉謙信の居城だった春日山城があるあの春日山です。そしたら次の電車来るまで多少時間があります。なのでこの間に高田城址公園で購入した屋台メニュー、たこ焼きと唐揚げ、今のうちにいただいちゃいましょう。じゃあさっきコンビニでチューハイ買ってきました。これを飲みながら今日の疲れを癒します。ちょっと早い時間ですけど開けます。マスクを外しますね。失礼して。じゃあ一人ですけど乾杯。高崎で食べて、それから一食も口にしてなかったんで、ボドロップに染みるな。なんか来てる。なんだろう、あれ特急列車、特急列車っぽいです。ちょっとこれ肉がはみ出てる、手づかみでごめんなさい。いただきます。
屋台の料理って、まあ、どういう状況でお客さんが食べるかわからないからっていうのもあると思うんですけど、冷めてもねジューシーで美味しい。口の中で肉汁が溢れ出る感じ、すきっぱらにはね最高のごちそう。やっぱ串に刺さってるのがいいですよね。次の電車が控えてる関係上あまりダラダラとなってもいられないのでありがたいですね。食べ終わりましたからちょっと残って、続いての屋台メニューはこちらのお焼きでございます。見るからに美味しそうじゃないですか。いただいてみます。青のりとカツオの削り節がぷりついてて本当に美味しそうですよね。じゃあいただきます。店先に細切れにした大きなタコの足が乗ってたんです。串刺した瞬間に食感の凄さが分かる感じ、しかも冷えてもこんなに形が崩れてない、最高ですこれ。うまい。さっきの唐揚げと一緒で、まあ、どんな状況で食べるかわからないから冷めてもうまいようにちゃんと工夫してあります。これ最高。時間が押してる時にさっと食べられるの本当にありがたい。お店の人たちもすごく気さくで、到着のレシートは18時54分発直江市春日山の神戸直江市ご利用の方は電車が来たみたいです。完食です。ごちそうさまでした。電車の中で追加料金支払いですね。3番線の小間行きの電車に乗ります。よかった、エレベーターがある。
エレベーターに救われ続ける旅する着物男子バオシンです。3番線の電車来たかな。越後ときめき鉄道の妙高羽馬ラインで泊まり駅まで来まして、今度は愛の塚で富山鉄道で魚津駅向かいます。ちょっとびっくりしましたね。反対車線に来るのかと思ったら目の前に止まってた。もうすぐこの電車高岡方面に出発します。20時56分、富山21時11分、終点高岡には21時30分に着きます。
というわけで、じゃじゃん、新記録の見える街ウォーズ無事到着しました。長かったですけど、3月の僕の里帰り旅行鳥取旅行編に比べると、初日に上越市高田の高田城址公園に行って桜を見ることができて、今回に関しては本当にスケジュール通りにウォーズまで見ることができてホッとしております。今回の動画いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけたら、コメント高評価チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。